綺麗。センスゴルフグリップ、重りが3種類あって、利き手のここら辺に重りをセットします。はい、フェイス面が向いてるところが分かりやすい。このグリップだけでこのパターの重心とかね、感覚を変えられる、すごいおすすめ。センスグリップス .jp 皆さんチェックしてみてください。はい、まりちゃん、なんかね、ここはね、はい、今工事中でパー4なんだけど、うん、ちょっと短いっすね。本当ですね。どのくらい？カートだと118って書いてます。そのぐらいの特設になってます。そうですね、珍しい。行ってみましょう。行きましょう。イーグル。確かにイーグル。パー4はパー4だもんね。2打で入ればイーグル。わー、98ヤードです。うまっ。いい。オッケーオッケー。距離ぴったり。そうですね。うん。いい感じ、いい感じ。あら、おい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 、嘘でしょ。びっくりした。え、あら、おい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 、嘘でしょ。やった。ちょっと今のは嬉しすぎる。奇跡起きちゃいました。やばい。まあ、じゃあここはパー4でございます。パー4でございますね。一応なんてことでしょうか。言ってください。イーグルです。やば。何あれ。でもなんかもうあのローグパッドはいいね。よかった、ナイスです。やった、嬉しい。素晴らしい。ということでですね、8番ホールもあのちょっと工事の関係で特設ティーから打ちます。でパー4なんですけども、今回は92ヤードからのスタートになります。はい、またまたチャンスホールになっちゃいましたね。連続イーグル。連続イーグル取りたいな。いいのかっていう。確かに。いいな、俺イーグルなんて出したことないよ。私もです。びっくりしちゃいました。だってこれだってさ、レギュラーもブルーもさ、ここだからさ、はい、俺もやりたいな。イーグル出しときたい。確かに。うん、まあ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 。アプローチやってみましょう。はい。おお、ナイス。うまい。よかった。待ってました。いや、もうカップを外させました。うん。ナイスバーディーです。ありがとうございます。なんかコンペも工事してってもらった方がいいね。本当ですね。万全にちょっと。たくさん工事してもらって楽しいね。ショートコースに来たみたいになってる。確かに。でもさ、あれじゃん、あのもしこれがパー3でも、うん、パーだから。そうですね。そう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 、今のはよかった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 。では、コメント読みの方していきます。聞こえるかな、大きめで喋りますね。これは2月2日の、有言実行、チップインするしかない感からの七重さんがすごすぎたっていう動画ですね。トントンさん、マリン様なんて言ってくださってますけど、マリン様は癒し系の雰囲気なのにスイングが男性のように力強いというコメントいただきました。ありがとうございます。
普通にめっちゃ嬉しいめっちゃ嬉しい、ありがとうございます。はい、ちょっと照れちゃってなんて返せばいいか、はい、ありがとうございます。はい、アジフライさん、お二人ともふんわりした感じで癒されました、ありがとうございます。本当にナナエさんが素敵なお姉様だったので、私も緊張せずに、初めましてだったんですけども、はい、無事楽しくラウンドすることができてよかったです。伝わってよかったです。はい、次が新一さん、チームワーク抜群って感じ、最後のナナエちゃんのチップインバーディーはすごい、いや本当に私もめちゃくちゃびっくりしました。隣でかっこいいなと思って、持ってたよね、持ってましたね、本当最後だもんね、うん、ああいう時に決めれるのがまたナナエさんのすごいところなんですけど、はい、感動しましたね。はい、で次がひろきさんですね、いつもコメントありがとうございます。ナイスチームワーク、最後のナナエさんのチップインは圧巻でしたということでですね、いや本当になんか私がもっともっと上達したら、またナナエさんと一緒になんかダブルスだったりとか、なんかちょっと一緒にさせていただける機会があったらなって思って練習を頑張ってます。はい、チームワーク、そうですね、楽しかったです。はい、次シンゴさん、コメントありがとうございます。最後見せましたねっていうコメントいただきました。いや本当にそうですよね、もう一番印象的なシーンになったかなって思います。はい、そして最後にリンさんがナンバーワンとコメントしてくださってますね、いつもありがとうございます、嬉しいですね。はい、いつも皆さんコメントありがとうございます、必ず読むので皆さんぜひぜひコメント応援よろしくお願いします。はい、ということで、前半最後ですね、9番ホール行ってみようと思います。行きましょう。ではここは、本当のパー3の75ヤード9番ホールです。もうなんかあれですね、これぐらいの距離が続いて、今日はショートコース周りに来たみたいになってますね。75ヤードはどうしようかな、じゃあ50度で打っていきます。よいしょ、うん、OK、 はい、ナイスです。よし、上りですね、でもなんか入れたいっていう気持ちが伝わってきて気づかない間に力入っちゃう、うーん、惜しい、 OK です。1回目からこれができてよかったですね、確かに強気だった、うん、ちょっとよく出ちゃったね、よく出ちゃいましたね、なんかボギーですね。はい、はい、じゃあとりあえず、はい、前半お疲れ様でした。はい、ありがとうございました。じゃあご飯食べて後半も頑張りましょう、はい、頑張りましょう、行ってきます。